いやー、手紙の内容が正しければここなんだけど。ついにロケット団、無人島にポケモンを隠すとはね。とにかく助けに行こう。うん、行こう。どこやろう。あ、来た。あ、本当だ。いる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 。よっしゃ、一匹目救出。意外とすぐ見つかりそうだね。確かに。気をつけて気をつけて。そうね。うん、待って。携帯鳴ってる。何？何？何？よ、ロケット団からだ。え？何何？この島は無人島とは言ったものの、唯一の島民が住んでいるらしい。その島民は縄張りに侵入されると襲ってくる凶暴な性格をしている。その名もナレド。え？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 はあ、もう走れない。やばい、怖かった。まさか、あれがなんかロケット団の言ってたナレド、無人島なのに人がいるとは。ねえ、でもなんかさ、今これこの小屋もさ、多分昔の人が使ってた跡じゃなくて使った形跡がない。確かに、確かに。で、多分この跡とかがあるから、多分これはもう何十年前とかの話じゃない。と、一昨日とか昨日とかの話。すごいな。なんかあんな格好してたのにちゃんと。あ、待って。え？ああ、そんなとこに？こんなとこにコダックがいた。よかった。じゃあ分かった。コダックをここにしまってるってことは、きっとこれはナレドンの所有物だってやつは思ってる。ナレドンに捕まらないように救出していこう。うん。よし、あっちだ。よし、行くぞ。捕まえないと。俺たちの体力もさ。あ、見て。ああ、本当だ。いたいたいた。そうだ。よいしょ。行きましょう。え、やばい。ナレドンだ。逃げろ。やばい。やばい。早い早いよ。大丈夫か。捕まっちゃうとここに連れてこられるんだ。なんでここなんだろう。え、これ何？樽じゃない？食べ物焼くやつじゃん。ってことはもしかして私たち食べ物だと思われてる。やばいよ。このままここにいたらナルドンに食べられちゃう。ね、ナルドン、あんな小さい、小さくなってる。あんな遠くまで行ってる。本当だ。じゃあこれはまたバレないように、うん、そうだね。よし、行こう。行こう。おい、やばいよ。いや、どこにいるんだ。意外と島が広くて本当。見つからない。いた、いた。かわいい、なんかこう岩かと思っちゃった。確かに形がね、かわいい。はい、レリープ救出。よっしゃー、やったー。多分いつもの感じで言うと10匹隠されてるから。そうだね、うん、うん、なんかちょっと、うん、いろいろ調べてみたんだけど、うん、この島について、うん、この島の位置情報 14.301 を調べたら、うん、ここの島ってグラン島っていうらしい。グラン島、グラン島、なんかかっこいい名前だね。確かに、ね、うん、なんか大昔は無人島ではなくて有名な島だったんだって、うん、じゃあなんかさ、伝説の話とかありそうだね。そうだね、それがね、あるんだよ。そう、この島には伝説の島民がいるんだって。伝説の島民、その名もタビジャ。タビジャ、すごい名前。とても優しくて正義感あふれる人らしいよ。タビジャ、お願いだから私たちのポケモンを救って。お願いだよタビジャ、いたら助けてくれ。助けて。なんて来ないか、続き探しに行こう。海岸だ。ね、じゃあともうちょっとだ。はい、タミちゃんもいないっぽいし。そうだ、うん、でもさ、ちょっと待って、このさ、四角いやつってさ、
自然じゃできない形してるよね。確かに。え、これもさ、ナレトンと関係があるってこと？多分なんかいっぱいあるよね。いっぱいある。こういうね、人工物があるってことはきっとナルドもすぐそばにいるはず。確かに。まずい、離れよう。離れよう。ちょっとなんか崖が強くなってきたね。確かに。うん、山だね。山だ。でもここを通らないときっといないはず、うん、そうだね。うん。あ、見て。あー、いた、クロバットだ。よし、ちょっと崖だから。ありがとう。気をつけて。やだ、やだ、やだ。やばい。逃げろ、逃げろ、逃げろ。ナメトン、ナメトン、ナメトン。また。もうやっぱり何度もここに。ねえ、食べようとしてるよ、私たちのことを。やばい、食べられる前にもう一回行こう。うん、こっちだ。オッケー、そうだね。あれ、あ、これって船、これナレドンが使ってるやつ。これさ、いろんなとこ移動してさ、うん、いろんなところから出てくるかもしれないね。怖い。そうだ、暑いな。ちょっと調べよう。調べようと思ったところにいた。そう、そこ、こんなところに。あ、いた、ダナヒキメお立ち。よし、しました。よし、じゃあ次だ、次。次、うん、次なんかさ、下の方の波んとこ行ってみようか。そうだね、うん、海見てみよう。岩場気をつけて。うん、足元ね。うん。あ、ね、見て。ラプラス。海だからラプラスか。よし。確かに。気をつけてね。任せろ。うん、よいしょ。気をつけて。あとちょっと。よいしょ、取れた。やだ、やだ、やだ、やだ。すごい、あ、ここならいい日陰だわ。ね、うん、おっけらきだわ、ね。あ、こんなところに、あ、ヤドンがいる。本当だ。かわいい。このままじゃ降りれないな。ね、は、頑張れ。いや、あ、届かない。よっしゃ。いや、よっしゃ、スーパージャンプだ。届かない。いや、ね、やったー。よっしゃ。ヤドン検出。8匹目だね、うん、あと2匹だ、うん、よし、このまま足を止めずに、うん、どんどん救出しに行こう。そうだよ。よっしゃ、次はこっちだ。オッケー。なんかでもやっぱりこう人工物とかってあるんだね。確かに、ね、昔はやっぱ本当に無人島じゃなかったのかな。まあ、それかナレドンが今使ってるものかもしれない。確かに、ね、ナレドンといえど動物じゃなくて人間だもんね。確かに、この石段がなんかヒントの。あ、待って、あそこに。え、見えない。何、隠れてる。え、何、何、何、ほらほらほら、嘘、カスタム。あー、いたー。やだ、いけー。やばい、ナルドンだ。やばい、逃げよう。ナルドン、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 3回目だもん、それ怒るよな。でもさ、待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 これってクリア？クリアになるの？ね、でも、でも待って、あそこにさ、もう一匹いる。あ、本当だ。やばい、助けに行こう、あれを。うん、よし、そこ、最後の一匹だ。やっぱこれで正しかったんだ。ねえ、そうだ、そうだ、しよう。気をつけて、助けて、気をつけて、よし、これはまさか。ナレちゃん。うわあ。うわあ。うわあ。ナムト、
トナムト、ナムト、ナムト、チケって逃げろってする。逃げろ、待って、さっき開けてなかったけど道が開けてる。本当だ、よし急ごう、逃げよ。あ、助かった助かった。やっぱあれってタミジャだねえ、うん、きっと俺たちが強く、うん、タミジャに助けてって願ったから来てくれたんだ、うん、今回も無事に、うん、ポケモンフィットを救出できたということで、ね、うん、タミジャが作ってくれた道をこのまま進んで帰ろう、うん、というわけで今回の動画が面白かったよ、みんな頑張ったなって思ってくれたらぜひ高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。じゃあタミジャにお礼言おう。そうね、うん、せーの、ありがとう。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。レッサンだったので猿乗りを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。